地図札幌芸術の森美術館は、北海道札幌市の南部に位置する複合文化施設、札幌芸術の森にある日本の美術館。北海道札幌ゆかりの作家の作品及び、国内外の近現代美術などをコレクションの各都市、多彩な内容の特別展を年間5から7本開催するとともに、美術に関する調査研究活動を行っている。 また、74点の彫刻作品を常設展示する野外美術館並びに佐藤忠義記念子もアトリエを併設し、園内の豊かな自然環境や周辺の教育、研究機関などとのつながりを生かしたワークショップなどの事業を行っている。札幌芸術の森の外美術館は1986年7月26日に開館した。 7.5ヘクタールにも及ぶ起伏に富んだ緑豊かな敷地の中に日本を中心とした現代を代表する彫刻家たちの作品をはじめ、ノルウェーの彫刻家、グスタフ・ビー・ゲラインの作品、イスラエルの彫刻家谷カラバンによる壮大なスケールの作品、札幌市の姉妹都市からの寄贈作品など65作家74点の彫刻を常設展示している。 これらの作品の多くは、作家が制作に先立って、実際にこの地を訪れ、地形や、周囲の状況、気候などを考慮しながら、この場所のために新たに作り上げたものである。陶器には漢字機を無料貸し出しして、野外美術館の作品を折中で見られるように、しているなど、四季折々に移ろう。北国の自然の中を散策しながら、天候や時刻、 季節によって様々に表情を変える彫刻の鑑賞を楽しむことができる。佐藤忠義記念子供アトリエは2008年9月27日に札幌芸術の森の外美術館の中に開館した。13歳から20歳までの多感な時期を札幌で過ごした佐藤忠義は日本を代表する彫刻家として第一線で活躍する一方で、 美術の教科書や絵本を数多く手がけるなど、子供たちの豊かな感性を育むための活動にも力を注いできた。この施設は佐藤忠義の、そうした子供たちへの思いにちなみ、佐藤忠義と子供の世界をテーマに作られた体験型ギャラリーである。家族や子供をモチーフにした愛情をあふれる彫刻、素描作品を展示するほか、併設する。 ワークショップルームでは創作活動に取り組むこともできる。また、図書コーナーでは、彼が手がけた絵本や著作、作品集を閲覧することができる。札幌芸術の森美術館では、年に5から7本の特別展を開催。国内外の美術を広く紹介する展覧会のほか、特に、札幌、北海道に、ゆかりのある作家に焦点を当てた、札幌の美術家シリーズ。 毎回テーマを設けて、当館のコレクションを紹介する、所蔵品企画展などをそれぞれ年に一度のペースで開催している。加えて、美術館中庭を会場とした、インスタレーションシリーズや B 展示室での所蔵品展も開催し、多彩な展覧会活動を行っている。所蔵作品数は、1252点。取得方法は、受蔵1032点。 購入203点、管理替え12点、賃釈5点である。購入は、彫刻を中心としており、野外彫刻は74点中67点が、購入である。北海道の作家の絵画は、大半は寄贈で、坂のコレクション206点や、SF 作家、荒牧義夫のコレクション87点が主なものである。コレクションの中で異彩を放つのは、 アフリカの部族芸術を集めた、橋本忍、国江コレクション118点である。橋本夫婦は、アフリカの仮面や楽器などを現地で購入、または、物々交換によって入手、後に、美術館に寄贈した。2011年に、コレクションの実情に即し柔軟な収集活動を行うため、美術作品収集方針を次のように刷新している。 1. 1札幌及び北海道ゆかりの作家による優れた作品を収集する。2. 国内外の優れた作品を現代的視点から収集する。3. 人類の資源である森に関わりのある作品を収集する。展覧会に合わせて企画する講演会やギャラリートークのほか、札幌市内の小学生を対象としたハロー、ミュージアム事業など、 多彩な教育サービス活動を行っている。ハロー。ミュージアムは、創造的な活動に取り組む機会を提供することを、通じて、子どもたちの文化芸術を愛好する心情と、豊かな情操を養うことを目的に、平成20年度から実施している、教育事業。札幌市の小学5年の児童を、を佐藤忠義記念子どもアトリエ、札幌芸術の森美術館。 札幌芸術の森の外美術館に招待し、美術作品等に親しみ、創造的活動の楽しさを体験するプログラムを行っている。A、B、C の3つのプログラムから選択でき、実施前には美術館スタッフが学校に赴いて美術館でのマナーや作品鑑賞の方法などを学ぶ事前学習を行っている。野外美術館では、 ボランティアが作品を解説しながら案内している。図録、絵はがき、書籍などの美術関連商品のほか札幌芸術の森美術館オリジナルグッズを販売している。また、アーティストグッズのコーナーを設け、北海道で活躍する作家たちの作品やグッズの販売を行っている。美術建前駅に面した窓から見える四季折々の景色や、 野鳥の姿などを楽しむことができる。店名は、建物から突き出た形が、森の構成要素の一部である、葉を連想させることから、イタリア語で、葉を表したもの。AB、北の地に、文化の神父北海道新聞。展示彫刻新たに29点、芸術の森野外美術館、第2期分オープン式。北海道新聞。自然の中に、 美の伝道芸術の森美術館が完成札幌。北海道新聞。AB、札幌芸術の森整備完了。隠された庭への道7年かけ、完成自然を語る白い造形7にこだわり、作品の高さ直径、幅。北海道新聞。ABC、芸術の森に、子供は取り影響、オープン本物に触れ創作の喜びを。 佐藤忠義さんの作品集積年度細工や鋳造を体験。北海道新聞。ノルウェーを代表する作家。オスロにビーゲラン彫刻公演があるビーゲランの彫刻が到着札幌芸術の森門外府出の3点29日から一般公開へ。北海道新聞。ビーゲラン新たに2作品。北海道新聞。芸術の森に姉妹都市の風。 北海道新聞。猫柳目吹く。北海道新聞。漢字記で、雪中鑑賞札幌芸術の森今年も、無料貸し出し。北海道新聞。この5点はすべて、グスタフ・ビーゲランの彫刻作品である。ビーゲランは、オスロ氏と、自身の作品について、保存目的外の複製を禁止する契約をしており、当館所蔵品は、オスロ氏が、 ビーゲラン彫刻公園に設置するために予備鋳造されたものである。沈釈はこれを釈用、設置するという特殊な処置による。ありがとうございます。